どうもごきげんうるわしゅどうもどうも、ごきげんうるわしゅどうも今日は皆さん何してましたか？ごきげんうるわしゅ。仕事だって。イエーイ。どうもどうもどうも。あ、母どうも母今日はね、遊びました。そう、今日夢の国に行きました。そう、行きましたよ。楽しかった。暑くなかった。だってめっちゃ暑かった。めっちゃ暑かったし帰り早いね。だっていや、お家にね、猫ちゃんがいるので早く帰んないとかわいそうなのでそう、あんまり今日は暑いのでね、家を開けちゃいけないので、混んでましたか？だって混んでなかったよ、普通に。でもソアリンとかはもう行って早く乗りたかったから、あのプレミアなんとかみたいなやつやりました。そう、早く乗りたかったんで C ですよ、 C。そう、今日はもう私は夢の国にいたので、もう夢なんです。来世で一緒に死行こうね。だっていいよいいよ、来世ならいいよ、来世なら。来世ならさ、何してるか分かんないから。そう、じゃあ来世ぐらいでよろしく。だって、オッケーオッケーオッケー。全然。お土産買いました。すごーい。前回行った時はこれだったんです。これ
前回行った時は今回はこれ、そう、今しっておもろい乗り物何？ソアリン、ソアリン、今日早起きしたんでね、ちょっと眠い、うん、今日暑かったよね、わかる。どうぞ寝てだって、あ、もう夜寝ますんで。え、今日マジでもうね、本当にすぐ、なんか最近すぐ寝ちゃうんです。もうなんか12時ぐらいにはもう寝てるの。なんかこの前まで、この前っていうか結構気づいたら2時とかだったんですけど、今までもう全然12時とかには眠くて、もうそういう感じになっちゃった早だって、え、早いよね、びっくりする自分でも。早いよね。今も眠い。なんかさ、マーメイドラグーンっていうさ、ディズニーのなんか場所あるじゃないですか。あ、みんなわかんないかもしんないけど、なんかあるんですよ。マーメイドラグーンってディズニーシーのなんか暗い、アリエル人魚姫のところ、暗すぎてあくび30回ぐらいした本当に、うん、わかる、あそこ眠くなるよって。ね、あそこ眠くなるよね。ね、わかるよね。暗いとあくび出るんだ。だって、え、出る。眠くなっちゃう。始まってた、通知来なかった。だって、え、なんでだろう。見ようとしてフォロー外しちゃうことはある。だって、え、何の話してるんですか。ディズニーの話してた。でも終わったもん。楽しかった。終わったの。だって終わった、ディズニーの話はもう終わったよ。楽しかった、また行きたい。ターキー食べてない、うん、チュロスは食べた、うん、ラーメン食べてない。写真見たい。だって、え、いっぱい撮ったよ。載せるね、載せます。ぜひお楽しみに、うん。
ネックレス可愛いねだって。ね、なんかさこれ可愛いよね。でもさ買ったんだけど、これ自分で買ったんですよ、可愛いと思って。でも可愛いと思っても、え待ってこれいつつけんだろうって思ってずっと寝かせてたんですけど、あれって今日つけた。そう、いつつ、え可愛いけどさって、これいつつけるみたいそうだってこんなん、えって私がいつつけるみたいな、なんか私がこれをえいつつけるんですかみたいな。そうだから今日つけた。うん、あと今日は2個つけた。これエリナ、エリナネックレス。服はこれはマネキン買いしました。マネキンが着てたんで買いました。今日ポテチ食べてない。ポテトは食べた。っていうかなんか私お話し会、リアルお話し会が今月幕張であるって思ってたんですけど、今月じゃなかった。なんか今月はもうオンラインお話し会だったっていうのを、あの755のコメント欄でみんなが教えてくれて気づいて、間違えたと思った。うん、え全然幕張であると思ってた。早起きかと思ったけど違った。嬉しい。だって昨日ね寝る前にね考えたんだよ。えって千葉で一部だったら何時に起きればいいのって思ってから寝たの。本当にそういうこと考えながらちゃんと寝たんですよ。でもよかった違くて。うん、でもその日はやってくるよ。だって嘘だ。 USODA ODA ODA USODA 私だ。 US ODA USODA USODA え私だ。え やば気づいちゃった。皆さんこれはシークレットエリナでよろしくお願いします。皆さん忘れてください。気づかなかったことにしてください。これは本当にここにいる皆さんと私たちだけの秘密でお願いします。うん。すいません。
はいはいはい。ついていけないだって。ついてこい。ついてこい。カタカナで、ん？アルファベットで打ったら星になる。だってそうなんだからいけないんだもん。バレたらいけないから星になっちゃう。そう、秘密だから。はい、うん、てててて、皆さん新作のゼルダはやりましたか？買ったけどやってない人、はーい。買ってない人、興味ない人。やる時間ないね。だってそう、私もやる時間がない。タイミングね、やり始めるのがむずいよね。一応ベッドの枕の横には置いてんだけど、充電器とスイッチとソフトを寝る場所の横には置いてんだけど、まあ、やるタイミングを失ってるよね。うん、でも私 RPG あるあるっていうか、 RPG の結構序盤でなんか洞窟行かなきゃいけないじゃないですか。 RPG って結構第2章みたいななんか時に絶対洞窟行くやん。それか森か、あれがめっちゃ苦手なんですよ。洞窟とかなんか森みたいな結構暗いところに行かされるんですよ。なんかオープニングみたいなのが終わった後になんか第2章みたいな、あれが本当苦手で。いや結構ポケモンとかでもそうなんですよ。ファイナルファンタジーとかでも結構どのゲームでも森か洞窟に行かされるんですよ。ハリーポッターもそうだったの。暗いところにね、なんか暗いところに行かされて、なんかあれがね苦手なんです。怖い、怖くて、しかも狭いし暗いし、そう、あれが苦手で、うん、そうできない。なんかポケモンとか森とか洞窟めっちゃ苦手。そう、青空ばかりじゃつまらんだって。深い、深い、深い。確かに。冒険は洞窟必須よ。だってなんかさ、関係全然関係ないんだけどさ、
チーム K でさ、鳥取にテレ東のロケで行った時さ、トンネルでさみんなで踊ったんだけどさ、めっちゃくちゃゲジゲジがいた。あのさ、天井とか壁とかもうそこら辺にゲジゲジがいて鳥肌が立った。うん、すごかったよ。本当に本当にすごかった。なんか黒いの全部ゲジゲジだった。いや本当に、そう、お邪魔しますって感じだった。ゲジゲジのあのご自宅に、こっちがすいませんって、撮影なんですいませんって、お邪魔しますって侵入してた。天井から落ちてこなかったのだって。今一応落ちては来なかったかな。うん。ネイル可愛いな。ね、かわいいよね。じゃん。コウモリは、コウモリいなかった。自分でネイルしたのだって。そう、うまくない？これから虫の季節だね。だって最悪、最悪や。本当に無理無理だ。セミとかね、セミとかでしょ。セミとかカブトムシとか。ああ、もうすぐ夏か。でも嬉しい。部屋に虫がいたらどうするの？親を呼びます。一人暮らしできないじゃん。はい、北海道は G がいないよ。あ、ね、よく言うよね。神奈川に G はいないか。だっています、います、全然。駅とかにいる。実物、北海道ってなんでいないんだろうね。なんで？え、
全然なんかさ、駅とかでさ友達とかとさ喋ってたりするとさ、夜とかね喋ってたりすると、駅とかで普通にうわっ、うわっ、 G だってなる。やつらは30度超えたら飛びましたって。あ、そうなの、怖っすごっ、完璧に好きなお顔だって。え、イエーイ。アリは平気になってアリも家とかにいたらびっくりしますけどね。服かわいいだって、めちゃめちゃすごい好評。今日は17かな、17でしょ。次20日か、20が波動でしょ。波動来る人、波動で22がなんか柱の会、柱の会のイベントです。またなんか、またっていうかバレンタインみたいな感じだった。バレンタイン、あ、でも知らないか、みんな柱の会のイベント、バレンタインのイベント来た方はわかるかもしれないけど、また似たような感じだった。うん、仕事で行けない、エナジーも投げれないだって波動。そっか、お仕事頑張って、こっちも頑張る、仕事こっちも頑張る、お互いお仕事頑張ろう。うん、HKT の小田ちゃんが卒業発表しましたね。だって、え、そうなの、 ODA。
悲しい。ODA 織田仲間が、そうなんだ、後で連絡しよう。西の ODA、 北、南、西、東ね。私の妹が、来週小田和正のコンサート行きます。楽しんできてください。いいな、すごてかすごくない、小田和正さんってガチで。だってさ、すごいよね。なんかめちゃさ力あるよね、ずっと。すごい筋トレとかしてんのかな、めちゃくちゃ。ジムとか行ってんのかな。密着で結構ストイックな生活だった気がする。だって、絶対そうだよ。てかジムってどういう感じになったら行くの？ジムさ、行きたいとかさ、行ってみたいとか思うけどさ、世の中にいろんなジムあるしさ、でもかといってさ、なんか自分が行けそうなジムないしさ、なんかみんなさ、なんでジムとか行ってるの？なんかどうやって行ってんの？なんか どうやってジムって行くんですか？なんかそう、なんか自分行きたいんですけど、ジムに。なんかどういうジムですか？なんか近場のジム、近くて一番安いジムとかですか？みんな、そのなんか痩せたい時とかそういう気持ち的なことじゃなくて、ジム選びについて、なんかなんで紹介、人の紹介とかですか？なんか普通に、あ、近所ですみたいな、近所のジムで一番安くてみたいな、みんなが行ってるからみたいな。通いやすさですね。近さと値段、通いやすさ、紹介で近所だって、会費が安いとこ、うん、サウナがついてるんでそこにしました。待って、結構みんなジム行ってて草、ごめん草生えちゃった。すごえすごいね、みんな活動的だね。ええ友達の勧めだって。家トレ
ガチなムキムキになりたいから俺は寝るのみ。ジムにね行きたいんですけど、緊張するよねジム行くの。わかる、なんかジム行くの緊張しすぎて行ったことない。どんな服で行けばいいの、レッスン着。でもジムのさやり方がわかんない、怖い。ジムによって違いそう、ググってもさ当てにならなそう。7位の方に聞いてみよう。あ、なるほどね、筋肉愛好家さん、確かに絶対ジム行ってるもんね。うん、確かにジム、レッスン着で OK ですよ、だって。本当に、私のレッスン着、なんかいいんですか、なんか私のいつもの感じのレッスン着でいいのかな。動きやすい服装なら何でもいいと思う。そうなの。なんかさタイツみたいなの履いてない、みんなジム行くときさ。あれ嫌なんだよね、タイツみたいなの履くの。私はね、自分が履くのが嫌なの。人が履いてるのが嫌とかじゃなくて、自分が、私は閉所恐怖症だから、なんか圧迫されて、なんか圧迫締め付けられてるみたいなのが嫌で、タイツみたいなのはちょっと無理。怪我防止になるらしい、だって。普通のジャージでいいんだ。あ、いいんだ。なんかみんなさジムとかさタイツみたいなのさ履いてるからさ、私もあんの無理だって思って。そう、スウェットでトレーニングしてる人いるよ。あ、そうなの。てか詳しくない、みんな。なんで、ジム通いまだ2年目です、だって。2年も通ってんの、すごっ。ジム行きたい。ジムで働いてた。いいな。確かに一時期ジム流行ってたよね、なんか。20年前にすごい流行ったんだよ、だって。そんな感じ？太りすぎてジム行くの恥ずかしい、だって。頑張って、行きたいなら行こう、行ってみよう。ジム行くためのトレーニングしないと。わかる、服買いに行くための服を買うみたいなね。わかる、わか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 る、わかわかわかる、わかわかる、それ。セントラルやと大きいから。セントラル、私の事務所の前の名前。
てててて24時間やってるんだジムって、すごコンビニじゃん。すごいね、みんな結構行ってんだね、自分とかすごいね、尊敬しました。みんなありがとう、教えてくれて。終わる気があってきたなんで？なんで？なんでなんで？え、なんで締めに入ってるみたいなさあ雰囲気感じ取るのやめて。え、なんで終わる気かって。え、なんでなんでなんで、ちょっと思っただって。なんで違ったってきた。なんでなんで、ではとか言いそうすごい違うのかだって、確かに締めのトークの雰囲気あった、終わる気ですねまあ、本日はね、真夏日和ということで30度まで気温が上がって、まあ、熱中症もね起こりやすいぐらいなあの気温になってきましたけれども、皆さんちゃんとお水やお水は飲んでいますでしょうか。お水飲みました？脱水症状はいけませんよ、脱水症状はいけません。あ、でもお緑茶とかはあんま良くないっぽいです。麦茶、 お水がおすすめです。なんか私この前なんかカレーは飲み物って配信したじゃないですか。あの日全然ね飲み物を飲んでなくて、カレーは飲み物って言ってカレーを食べながら飲み物何も飲まなかったのね。でも結構喉渇いてたので、家でも飲まないで、で友達とその後ご飯行く約束してたから、だから普通にねカレー食べ終わった後に家を出て、でも買い物したかったんで友達と会う前に、なんかそう結構仲いい友達だったんだけど、なんかその友達に前に香水をもらったの。そのお返しで何かプレゼント返さないとって思って、だから何もね飲まずに、喉渇いたけど何も飲まずに走って駅まで行って間に合わないと思って、で急いで買い物してってやってたらすっごい喉渇いてたのね。で友達と会った時に、でも友達と会ったからそう、でも飲み物飲むじゃん、そうでも私はね梅干しサワーをね飲んだので、すっごい首グミ飲めるやんと思って、全然普段ねもうちょびちょびしか飲まないのにすっごい首グミ飲めるやんと思って飲んだのね。あ、自分ってこんな喉渇いてたんだって思って、そしたらねすっごい気持ち悪くなって、もう頭がもうなんか友達がすごい喋ってんだけど何も頭に入んなくて、で耳もね全然聞こえなくなっちゃって、そうえそれはそうって知らなかった。私本当にお酒あんま飲んだことないから、本当にもう目がもうこんなになって、え私本当に一回ね倒れたの、倒れたっていうかそう危なすぎたよね。え私知らなくてそういうの、えで倒れて、で水もらっていいですかってなって、そうで
で、なんかバーカウンターみたいなところで一人でこうやって寝てたの。そしたらなんか友達が、友達同士でエリちゃんなんかおしゃれだなみたいな感じで、エリちゃんなんかバーで飲んでる、バーカウンターで飲んでるみたいな感じで、すごい友達はエリちゃんどうしたんだろうってなってたっぽいけど、もう私も本当に目がもう見えなくて、違うの、喉がすごい渇いてたから、そうそうだから本当に自分本当に本当にびっくりして、本当に私終わったって思って、そうそしたらなんかね、メガネの店員さん、お姉さんが大丈夫ってすごい話しかけてくれて、大丈夫ですって。それで水分補給をねできると思ったの。でも水とかじゃないとダメなんだって知らなくて、てか本当にあんま飲んだことなくて、だからびっくりした。だからそれ以来マジで飲み物を持ち歩くようにした。いやマジでこんな喋り方、友達が、そうそう、だからみんなも気をつけてください。びっくりお便りでした。そう、勉強になった。なんか一回ね、昔麻酔をした時に帰ろうと思って治療、麻酔して帰ろうと思ったら治療をして帰ろうと思って、お会計の時に頭が真っ白になって、目の前が真っ白になって、耳がすごい全然聞こえなくなった時があったの。それと同じ現象で、そうだからえってやばいって思って、そうそう、だからみんなも気をつけて、病弱病弱もそう、お酒飲むのやめてたって。え、マジで普段飲まない。1年に5回ぐらい、マジで。そう、でもなんか中学の時からの友達で、そう、そうなんか大丈夫かなって、地元だし大丈夫かなと思ったらダメだった。そう、だからみんなも気をつけてください。ということで、では今日の配信は終わりたいと思います。だって、あ、みんな気づかなかった、感づかなかったですか、これ。あ、いや、もうほんともっと匂わせればよかったね、終わる時を、ごめん。じゃあ今日の配信これで終わります。では13位ファデル、12位献血マニア、11位日野刀、10位秋門太郎、9位グアパート群マニア、8位筋肉愛好家、7位マーとだし、6位直樹、5位ソニアとおだし、4位ひとくまさとる、3位くるりん、2位みやちゃん、そして1位はマッカーシーやとおだし。ということでありがとうございました。じゃあみんな脱水症状
熱中症には絶対に気をつけてね。バイバーイ。